前です。暑すぎませんか？どうですか？もう今日の温度計39度書いてたんですけれど、何から間違いですよね。さすがに最近暑すぎてちょっと今帰ってきたんですけど、汗ダクダク汗ダクダクなんですけれど、はい、ということでですねということで今日は自由購入品紹介。ちょっと出かけたついでに自由によってですね、約1万円分ぐらい買い物してきたので、そちらの購入品を紹介していきたいと思います。もう後ろにさ、今までソファーあったのにソファーがなくなったから、もうすごい違和感やし、もう、ね、壁紙もどうなってんのって感じなんですけど、ちょっとの間はごめんなさい、こういうちょっと悲しい感じになってます。よろしくお願いします。私のデータはこちら、こんな感じ。ということで早速購入品サクサクっと紹介していきたいと思います。まず1点目、1点目はですね、今中に着てるこのキャミソールなんですけど、プラフィール2ウェイクロップドキャミソール、カラーオフホワイトのサイズ、M サイズを購入しました。990円。これは全然自由でもなんでもなく、ジーナシスで買ったセットアップなんですけど、このセットアップ可愛くない？てか早速全然自由の購入品紹介じゃなくなってるんですけど、このズボン、こうやって裏返すこともできて、なんか最近こういうの流行ってるやん。こうやって折りたたんで履くこともできるんですけど、私は今普通に着ちゃってます。な感じ。ちなみにジーナイスで買った時、肩パッドが入ってて結構カクカクってなってたんですけど、切りました。私みたいな肩幅ガンダムの方に関してはもう切れるものを切っちゃいましょうっていうことで、肩パッドはね、肩パッドなんていりません。もう私が肩パッドですから。で、これのインナーとして自由で購入したキャミソール着てます。こんな感じの細紐でフィット感とかもね結構しっかりとあります。めっちゃ伸びるかって言われるとそうじゃないから、ちょっと着脱の時とかはきつめやねんけども、着てしまえばめっちゃフィット感出るから、インナーとかにめっちゃいいなと思いました。あとさ、なんかこの時期さ、白 T とか着ること多いやんか。でも白 T の下のさ、着てる下着とかって結構透けたりとかするので、そういう時にこういうキャミソールとかを着るのめっちゃいいかなと思います。後ろはちなみにバッテンになってます。見えるかな。生地はこんな感じのリブ素材です。長さは若干短めになってます。おへそがここなんで結構短めにはなってる。これまた可愛いですね。めちゃくちゃ可愛いねんけど。次です。はーい、次は私が一番欲しかったやつ、こちらのボトムスでございます。パラシュートカーゴパンツカラーナチュラルのサイズ M サイズ、2990円で購入しました。ウエスト部分ゴムになってて、あと紐もあります。この生地感は何なんやろ。シャカシャカでもないねんけど、弱シャカシャカみたいな。ポリエステル 67%、 綿 33%。 めっちゃ軽いし涼しい感じの素材でございます。いきたいと思います。あー、はい、着替えてきました。こんな感じでございます。私 156cm なんですけど、かかと引きずるぐらいですね。でもなんかヒール履いたりとかしたらちょうどいい感じやし、長くてもここ締めれるので、締めれちゃうので、めっちゃ可愛い。はい、こんな感じでございます。ちなみに上のアメスリも GU なんですけど、アメリカンスリーブタンクトップのブラックですねを購入しました。これのな、オレンジめっちゃ可愛くて探してたんですけど全然なくて諦めてるんですけど、こんな感じですね。横ポケットはありの後ろポケットはなしですね。あとこのサイドにもポケットがついてます。私お尻が大きいんですよ。ダボっとしたズボンは本当にありがたくてですね、普段ズボンとかも S なんですけど、 S サイズと M サイズ両方履いてんけど、 M サイズやとお尻の大きさがマジでわからんかった。いつもやったら絶対 S 買ってたから、マジで試着してよかったと思ってる。動画撮らへんとさ、まあほんま適当というかさ、試着の方がめんどくさいって思っちゃって適当に買うねんけど、やっぱ動画を回すってなったらさ、サイズとかもさちゃんと言えた方がいいや。 S サイズも試着したけど M サイズの方がいいとか、 M サイズも試着したけど S サイズの方がいいとか言えた方がいいなと思って試着してみてんけど、これを私的にはワンサイズ大きめのやつを履くのがおすすめやなと思いました。で、私はナチュラルを購入したんですけど、グレーがめちゃくちゃ迷ってんな。この黒のトップスとグレーのズボンとか合わせんのもめっちゃモノトーンコーデでいいなと思った。かわいい。次はこちら、プラフィールクロップドバックオープンタンクトップイエローの M サイズ、990円で購入しました。生地感はこんな感じのリブイエローなんですけど、パキッとした黄色っていうよりかはもうマスタード寄りの色ですね。できまーす。はい、着替えました。こんな感じのタンクトップでございます。長さも長すぎず、へそぐらいの長さでございます。なんかさ、インナーがさ長めのやつやとさ、こう中に入れた時にこの辺モコモコするのめっちゃ嫌やんか。お腹出てるみたいなの嫌やから、結構短めのやつをインナーで選ぶことが多いんですけど、これめっちゃ絶妙な長さでちょうどいいかも。これ腕上げてもちょい見えぐらいです。白は結構広めに見えると思います。結構黒のコーデとかでもなんかインナーでチラッとイエローが見えてるか見えてないとかで見え方全然違うから、
かったりとかするので、夏とかは結構こういう色物のねタンクトップとかキャミソールとかを着がち、秋とか冬とかはねもう真っ黒とかブラウン暗め重めで赤リップみたいなのが大好きだったりすんねんけど、夏はそうはいかんやんか。みーんただでさえ39度ですから暑すぎると。モノトーンコーデ好きやけどちょっと視覚的にも明るさ入れてこってことでインナーとかはたまにこういうの入れたりとかしてますね。暑いな。チャックみたいやんか。いいねんけどチャックないんですよ。これなんかちょっとおもろない。はい、これも自由で買ったカーゴパンツなんですけど、めちゃめちゃ可愛くない？やっぱ黒って何でも合うからめっちゃ合わせやすいんですけど、結構ダボっと着れてほんまにこの丈感好き。こんな感じですね。めちゃくちゃ履いてるねんなこれ。夏やな、夏や、もう夏ですわ。暑い。私さ、ずっとほんまに幼稚園とかの時から鼻の頭だけ汗かくねやんか。もうなんか顔とかじゃなくて鼻の頭だけかくねん汗。こういう人おらん？なんでなんこれ。マジでほんまにずーっとちっちゃい時からの謎。まあそんなことどうでもいいか。さあ次。次はこちら。カーゴロングスカートオリーブの S サイズ2490円で購入しました。はい、着替えてきましたー。こんな感じでございます。ポッケもしっかりついてる。結構ストレートめのスカートですね。ウエスト部分しっかりゴムになってて、ベルトも付けられます。ポケットしっかりあって生地感はこんな感じ。なんかめっちゃ気持ちいいねんけど。ここにもポッケがあって、で、後ろはこんな感じ。はい、この前GUで買ったこんな感じのやつと合わせても可愛いかなと。こんな感じですね。はい。この前の動画でも言ったんですけど、これめっちゃ色々使えるからほんまにおすすめです。また新しくコーデの幅が増えました。これでもいけるし、はい、こんな感じで黒のアメスリと合わせても可愛いかなと思います。どうですか？マジでこのアメスリめっちゃ使えるんよな。家の中で買ってよかった商品結構上位に入ります、最近で。こういうのに、この前買ったこういうサンダルとね、合わせて、なんかその辺コンビニ行ったり海行くなりしたいなと思います。これいろんな人が紹介してたから、あーまだこれかってなるかもしれへんねんけど、これまだ売られてたからワンチャン色違いありやなと思ってきた。私このホワイトしか持ってない、ナチュラルかな、この色しか持ってないんですけど、黒とかもワンチャンありやなってこの前思ってんの。買うかバリ迷って。結構モコモコしててめっちゃ歩きやすいんですよね。でも私の場合横幅、足のさ横幅が広いんやんか。縦幅は23とかいねんけど、横幅が広いから 23.5 とか24とかを買うんですけど、私は M サイズを購入しました。 L とかでもワンチャンいいかなぐらいの大きさです。ぜひ気になった人は実際に履いてみて、サイズとかね考えてみてほしいなと思うんですけど、めちゃくちゃおすすめこれ。ただ持ってる人が多いから結構かぶるのはかぶると思うねんけど、めちゃくちゃ履き心地いいです。はい、次。次でラストなんですけど、みんなで最近さクーラーつけすぎて、クーラーでめっちゃ喉やられてんねやんか。直すいい方法知らん誰か、ぜひコメント欄で教えてほしい。私月1で喉最近壊してんねん。全然薬飲んでも治らへんねんな、クーラーのなんか喉のやつって。ラストいきたいと思います。ラストはこちら、キッパーポロセーターカラーオフホワイトのサイズ S サイズ1990円で購入しました。私骨格診断行った時に顔が大人顔のクール、イエベハルの診断をされたんですよ。で、顔が大人顔って言って結構直角が多い。丸顔さんとかは結構子供顔が多いらしいねんけど、私結構直角もカクカクイヨンみたいな感じやから、ドットよりボーダーが似合うって言われて、そっからどちらかといえばボーダーを選ぶようにしてたんですけど、今回ボーダーで可愛い服があったので買ってきました。こちら結構伸縮性もあってこんな感じの生地感ですね。なんか汗吸い取ってくれそう、タオル生地みたい。はい、着てきました。めっちゃカジュアルになったくない？なんかゴルフしてそう。めちゃめちゃカジュアルって感じなんですけど、こんな感じです。おへそこの辺でちょっと短めではあります。で、生地は薄すぎず厚すぎず、まあいい感じです。腕をねしっかりと長めで隠したいとこ隠してくれてる感じ。こんな感じでメガネかけても可愛くない？え、さっき買ったさ白に合わせてもめちゃ可愛い。髪の毛上げたりとかしてもいいんじゃないかなと思います。どう？めっちゃ三つ編みにメガネとかしても可愛いと思うけど、どうでしょうか。こんな感じとかめちゃめちゃ可愛い。待ってくれよ、めっちゃええやん。いかがでしたでしょうか。可愛い。グレイルもね注文してたやつ今日届いたんで、また近々購入品動画を出すんですけれども、今回の買い物もめちゃくちゃ満足でした。みんなどう？夏学生さん、宿題はちょこちょこ終わらせていきましょう。もう社会人の方は夏休みとか言ってる時間ないですからね。ほんま。もっと休みをくださいというところなんですけど。ちょっとでもね、可愛いお洋服を身につけて、モチベ高めて一緒に夏を楽しんでいきましょう。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。あー、すごい嬉
しい。自由さ、今回買い物するつもりなかったんけど、なんか気づいたらカゴ持ってたみたいな感じやねん。もう絶対買わんと思って行ってんけど、やっぱり買っちゃうよね。可愛いんですもの。今回の買い物も満足でございます。ということで、グレールの購入品動画もお楽しみに。また次の動画でね。バイバーイ。